さんおはようございます。いつもポポのフランスだよりをご覧いただき本当にありがとうございます。この度ポポのフランスだよりは登録者数2万人になりました。私のチャンネルは特に面白い企画とか皆さんにお役に立つ情報をお伝えしているわけではなく、ただ単に私の日々の暮らしをそのままお伝えしている番組なん、チャンネルなんですが、たくさんの優しい方に来ていただき本当に感謝しています。で、登録者数が1万人になった時に、皆さんに感謝の気持ちを込めてモンサミッシェルに訪れました。で、今回2万人になってどこに行こうかなって考えて、そうだ、ナントに行ってみようと思ったのですが、なんと、ね、今駅に来てるんですが、なんと電車に乗り遅れてしまいました。で、今8時15分なんですが、次の電車が、お昼過ぎじゃないとないそうで、もうちょっと諦めて一旦帰って仕切り直したいと思います。もうすごいショック。これ電車代 26.5 ユーロ、いくらなんだろう、日本円で言うと4000円ぐらいなんかな。ショックでね、今帰ってもパパびっくりするし、ちょっと考えます。で、今回どうして乗り遅れてしまったかというと、駐車場が見つからなかったんです。ここ今駐車場なんですけど、すごく大きな駐車場があるんですけど、無料の駐車場があるんですけど、どこももういつから止まってんねんというぐらいいっぱい車が止まってて、駐車場が見つからなくってうろうろしてる間に、電車が出てしまいました。この駐車場もね、ぐるぐるしていたらムッシュがもうそこの歩道に乗り上げたらいいよって、言ってくれて、というわけでここに車を止めました。でももう帰ろ。はい、というわけで車の中に戻ってきました。外はね、風の音とか機械の音とかうるさくて声が聞こえにくかったかもしれません。すみません。はい、今からどうしようかな、ちょっと考えます。はい、というわけで一旦自宅に帰ってきました。時間は9時10分、本当なら9時8分にはナントに着いてる予定でした。でもね、なんと行けませんでした。で、一旦うちに帰ってきました。帽子はね、多分なんか恥ずかしい、変な跡がついてるので、もうこのままかぶったままお話をさせてください。今からどうしようかな。もうね、こんな日は悪あがきをせずに潔く諦めたらいいと思うんですが、もうなんかね、気持ちはこう、今日は外に行く気分になってます。で、今日ね、どうしてナントに行こうと思ったかというと、皆さんにナントの街を見ていただきたいという気持ちもありますし、あとはもう一つ、こう自分のね、気持ちを解放したいという理由も大きかったです。というのは、私は今フランスのブルターニュの小さな町にいるんですが、幸いなことにこの小さな町の中で仕事が見つかって、自宅、仕事、スーパーマーケットもコロナ禍で生活が完結しています。前はね、子供がいた時は学校送って行ったり、習い事送り迎えがあったりでもあちこちタクシーのように動いてましたが、今はもうこの本当に半径1キロぐらいのところで仕事、スーパー、ここをで仕事、生活が完結しています。楽しいこともあと仕事ね、なんかクソとか悔しいとか、なんでやんとかって思うことも全部この小さなコミュニティの中で完結してて、それがナントに行くと、ああ、なんか私はね、すごく狭いところにいたんだなって、例えば仕事で褒められたとしても、ね、こんなんあかんよって注意されて、こう、って、ね、理不尽なことで、って思ったとしても、それはすっごく小さな世界の中で起こっていることなんだなって、いつもナントに行くと、ああ、私は狭いところにいたなって、もっとこう広く目を向けなくちゃいけないなっていう気持ちにさせてくれるのがナントの街です。で、私今仕事がすごく忙しくて、
ずっと頭の中に仕事のことがあるんです。で、まあ、頭の中ではだけではなく心にも、うん、もうずっと仕事に心がこうギュッて囚われていて、それを解放させたいという気持ちもあったので、今日はね、なんとに行こうと思いました。今までなんと電車で行ったことがなくて、大人の遠足挑戦気分でやってみようって気持ちになってました。気持ちは今この狭い世界からちょっと飛び出したいっていう気持ちがあるので、もう今日はこのままうちにいたらね、なんかくすぶ気持ちがくすぶってしまいそうなので、ちょっと今からどうするか考えたいと思います。で、まずはね、ちょっと朝ごはん食べようかな。私、いつも朝ごはん抜くことはしないんですが、今日は、なんとまでね、電車に乗るのと知らない街で、フランストイレ事情が悪いので、お腹痛くなったり、お手洗いに行きたくなったら困るなと思ったので、できるだけ食べたり飲んだりせずにと思って、朝ごはんは食べてません。なので、ちょっと今からね、朝ごはんを食べたいと思います。まあね、フランスこういう細かいところで不便なことがあります。もう今ちょっと帰っていてね、早口になってしまいました。すいません。じゃあ一回、朝ごはん食べてきます。はい、というわけで朝ごはんを食べ終わりました。朝ごはん食べ終わったらまったりしてしまいました。ちょっと行きたいところを調べてみました。前からね、行ってみたいなって思う場所がこの近くにあって、ポンタベンっていう、ここから車で1時間ぐらいの町なんですが、調べたら今日のポンタベン、今から昼過ぎから雨が降るようなので、今日はやめた方が良さそうです。もう今日どうしようかな、もうやめとこうかな。もうすぐお昼になったらパパが帰ってきます。パパね、私がいるの見たらびっくりするだろうなと思います。どうした？ただいま。どうしたの？乗られへんかった。どうして？パーキング探してたら電車でしょ。マジで？マジで。早く行ったんよ。Uh-huh. でもパーキングなくって、なくって、で、横の方も探したけどなくって、後ろの方も行ったんやと。で、行ったんやけど場所がなくって、パパ聞いて、行ったけど場所がなくって、で、ぐるぐるしとったら、ムッシュがそこのトトワの車がガッと止めたらいいって言って、僕もそうしたからって言って、もうその時も遅かったんやけど、駅に行って、あかんけど、チケットどうなりますかって言いに行こうと思って、駅まで行ったら、ミニマム12時まではないって思って、もう帰ってきた。どうするか、お嬢ちゃんで帰ってってな。でもな、どっか行きたいの。わかる？もう行く気持ちあってな。もう行く気持ちあってな。わかる？わかる？なのでな、ポンタバン。ポンタバン調べてんやけど、行けそうなんやけど、今日天気悪いんよ。ちょっとね。どうしたらいいと思う今から。ポタベン行ってみる？お昼ご飯だけでもどっか食べに行くか、おばちゃん。私はパンかかったでしょ。そう思ってる。どう思うのか。行けそうは行けそうよ。すごいね。すごいね、コロンでしょ？Thank you.
ギャラリービスケット屋さんだよ、うん、お食べのビスケット屋さんです。見て、家あるかな。あそこすごいよパパ、波みたい。見た？見てこよっか。あ、なんかお家みたいこれ、うん、トイレアボ、うん、書いてあるよ。うん、だけど今も3万外が見えるよ。入る？お父さんが見てあげようか、ここから。結構大きいよね。綺麗だね、うん、パパ気持ちいいんじゃない？気持ちいいよ。その水の音が、音がいいね、うん、水の音がいい。水もなんかさ、なんか行く、あー、こっうわ、私あっちは行けない。パパ、パパ行ける？行ってみて。カモン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 ベイビー、行ってみて。ですから、私ここが行けない。ゆっくりね。もうもうそんな遠く行かないで、怖いよ。行きましょうか。うわ、うわ、パパ、船が見た？おお、波。